こんにちは、ヤガミです。今日は2月の19日の月曜日です。ということで、移動になったので Vlog やっていきたいと思います。俺、大作会とか大中華祭とか言われとるけどさ、本当なんかなって思うぐらい、もしくは、俺にはその大作会を、なんていうの、やっつけるぐらいの守り神がついとんじゃないかなと思って、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、ぐらい、なんか本当に、怖いぐらいなんかその目的に向かって進んでる実感があるわけ。まあ結果が出てないからさ、何とも言えないんだけど。で、まあ自信もあるし、俺はもう今までやってきたことの集大成だぐらいのことを思ってるんで、今やってるんですけど、なんかさ、去年さ、お世話になってるバンドの方が、まあ京都か大阪か忘れたけど、にライブに行ったんだって。でそこでなんか事務所みたいな、あのプロダクションの社長みたいな方に会ったんだって。でそういう話を教えてもらって、なんか名古屋でライブできるとこを探してるから、どうのこうので紹介してもらったんですよ。でツイッターのリンクを送ってもらって、まあとりあえずその紹介していただきましてみたいな DM を送ったわけですよ。だけどその DM には別に返信もなくて、まあそんなこと忘れとったんだ、はっきり言って、正直なところ。そしたらさ、昨日その方が名古屋に、まあ、うちのライブを見に来るから紹介するわってまた繋いでいただいたわけですよ。ほんで会って話をしてたの。そしたらさ、これ俺ほんと単純になんか名古屋でライブをやれるとこを探しとって、所属のバンドがおって、でまあツアーバンだもんで、ね、ノルマなしでやらせてくれぐらいの、なんかそういう話かなと思ってたし、去年の俺って別にパッションないでしょ、まあ、去年っていうかつい最近までパッションないわけよ。だからそうやって DM もなんか社交辞令みたいな感じで、何々さんから紹介していただきまして、どうのこうの、何かありましたらよろしくお願いします、で返信もなかったと。昨日会ったわけで、会ってさ話しとったらさ、今俺がやろうとしてることを京都でやってる人だったの。いや本当なんか本当ほぼ一緒っていうか、まあほぼ一緒っていうか内容は一緒ね、やり方は全く違うけども、内容が全く一緒のことをやってる社長さんだったの。でさらにスタッフも来てた、そこの社長さんとこのスタッフも昨日店に来てくれたんだけど、なんで来とったかっていうと、なんかクラフトマーケットっつって、名古屋の昨日ポートメッセでなんかや手作りのなんかを売るみたいな、ああいうなんだクリマみたいなさ、クリエイターズマーケットみたいなやつは昨日やってたね、ポートメッセで。でそこに出店してたんだって。俺そのクラフトマーケットって、うちのさロザリオワークっていうバンドがいるんだけどさ、そこのボーカルもさそこに出店してるし、俺それは SNS でずっと見てた、行きてえなと思って、家近いしと思って、だけど時間ないなと思いながらこう見てた。クラフトマーケットっていうのは知ってたの、その近い人が出店してるからね。そしたらそこに出店するために名古屋に来てたみたいな話になって、ええー、って、で、まあそこで話になるわけですよ。うちのこの、まあ事務所来てたからさ、CD 見して、うちのこのバンドも今日出店してますよ、みたいな。ええー、って、まあそんな、ちょっと接点があったぐらいで、こう話し始めたら、本当にまさに俺が今やろうとしてることを、もう10年ぐらいずーっとやってる人で、ええー、ってなって。ほんで本当にいい人でさ、で俺もまあ情報提供するし、向こうもいろいろ教えてくれてっていう時間でさ、本当になんかツアーバンの話だったらライブやらせてくれぐらいの話だったら多分10分か15分で終わったんだろうけど、マジで 2,3 時間ずっと喋っとったじゃんね、その人と。本当にさ、なんか俺が知りたいことをさめちゃくちゃ知ってるわけよ、その社長さんが。何このタイミングと思って。でまあその時も話してたんだけど、なんか俺なんかありますとか言って、ツイッターとか LINE とかとかでいう話した時に、
去年俺 DM 送っとるじゃん。だからそのことって向こうも覚えてたわけ。だから、俺も、全く忘れてたんだけど、ツイッターの、もう、やってますよ、みたいな。フォローしてますよ、みたいに言われたの。で、去年 DM もらって、その時に、本当に業務的な感じになると思ったから、とりあえず、会うまで返信しんとこうと思ってた、みたいなことを言われて。まあ、もうそれぐらいのことを話せる雰囲気になったからね。で、俺もさ、話したんだわ。つい最近まで俺パッションなくて、最近パッションの塊なんすよ、みたいな。だから今そういう話ができるんですよ、みたいな話してたら、やっぱり向こうも、その去年送った DM だったら、なんか発展ないかなって思ったらしい。でも今日話して、なんかすげえなんかいろんなことが一緒にできそう、みたいな話になって。だから昨日も言ったけど、そのメールに俺別に何の気も込めとらんかったもんでさ、発展なかったけど、もう今日昨日繋いでもらったことによって、本当にさ、めちゃくちゃいい繋がりができたわけ。本当めちゃくちゃいい繋がりができたわけ。こんな俺のタイミングでこういう繋がりができるっていうのは、もう大作界もクソもねえだろうと思って、本当になんかむちゃくちゃいいタイミングで、そういう社長さんと繋いでもらって、だから俺ってマジで恵まれとるし、守られとるしってすごい思う一日だったわ、昨日は。まあそんな感じ。もっとなんかいっぱい、まあその会話の中で生まれてきた話から面白い話があるもん。まあこれまたちょっと別でさ、後から別にして話すわ。一貫性がなくなるもんで。とにかく俺は大作界をぶっ飛ばすぐらいの何かに守られてるっていう。まあ、さて思い込むことも大事だからね。っていう話でした。ちょっと今またこれ、時間がなくてさ、今名古屋高速に乗ってさ、あれ、高岡のデニーズに行かなあかん、2時までに。今1時43分。もういつもこんな感じでしょう。だけど今日も、今からも社長さんに会うし、今日もなんかミュージシャンとの打ち合わせもあるし、とにかく大ピンチには変わらないんだけど、すごいいろんなことが急激に動いてて今、まあそれを崩さないように頑張っていかなあかんなっていう、そんな感じの日々でございます。ということで、また移動になったら Vlog やっていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。